高来八万大蔵経は、大韓民国の蚊や山平院寺に保存されている、仏教聖典が書かれた木版からすられた経典、またはその範囲のこと、大正新衆大蔵経の定本となったことでも知られる。大蔵経は、経典の総結集で、一切経とも呼ばれる。経、律、論の三蔵と、その注釈から成り立っている。公来八万大造教は、縦が、 約2 4トル、横が約7 0トル、厚さが約4トルの白樺でできた藩に、8万1258枚からなる。そのために八万大造郷と呼ばれるようになった。構成は、東大に成立した仏典目録、戒厳尺郷録をもとにして、北総大に諸で開範された解放像を踏襲しており、範爺、宝釈、大樹、下言、 二藩の五部教を筆頭、中心にし、その後に大乗の他の教と律、論、さらに後に正乗の教、律、論、その他を加えた構成となっている。党史番号は1から1498まで。ヘインジ、大蔵教教番閣の内部にある藩義戦11年に、吉ンが高来に攻め込んできた。国家防衛を祈願するために、 職番の開きと見た増強をもとに最初の大増強の制作が始まったと言われている。その後、キッタンは退却した。ハンギはテグのフヒトシジに移された。1236年にモンゴルが高来に侵攻。フヒトシジにあったハンギは戦災で消失した。高下島に避難していた高層が再び大増強の制作を支持した。巨彩島や南海から 白樺の材木を運び込み、15年の歳月をかけて8万枚以上もの、半木を掘り上げた。これが、現在に伝わる高麗8万大造経である。完成後、海洋の支店寺に運ばれる。その後、現在の蚊や山平院寺に保存された。平院寺で保存されている京板湖は、リアサヒラ州19年に建設された。 この高来八幡大蔵鏡の版木から印刷された大蔵鏡は室町時代に大内森美の看護貿易により日本にも持ち込まれている。増上寺と大谷大学にはほぼ完全に揃った高来八幡大蔵鏡の版木から印刷された大蔵鏡を所蔵している。小掘りの少ない両本とされ近代に入り編まれた高くす順次郎、渡辺海局監修の 大正新州大蔵への定本とされ、今日ネット上で公開されている、大蔵教のテキストもこれに準拠する。ありがとうございます。